皆さん、おはようございます。ちゃんと起きれましたか？眠たくないですか？ここからは納豆ボーイズのお時間です。どんな納豆に出会うでしょう。納豆ネバネバ走ってませれば広がるフレーバーエンターテイナー学校開始へはもうすぐ行かなきゃ寝癖変な部屋ドライヤードライヤータレが先とか混ぜるの先とか今日は眠いからどっちだっていやいやパンハーの人であれば食パン焼きながら見てクレアスネーカーおい、朝だよ。おい、朝、起きて。おはようございます。おはようございます。しんすけ納豆です。りゅうや納豆です。納豆ボーイズです。今日の納豆は、梅たっぷり納豆。いやうめえと言ったら、すっぴー。手作り納豆、刻み梅をたっぷりつけました。かつお節、海苔、ネギ付き、梅たっぷり納豆。混ぜろ、混ぜて。納豆ボーイズはタレを後から入れることに推奨します。刻み梅も鰹節も後から。いや、ネギ入れないんですか？ん？ネギ。いや、ちょっとネギ食べれない。いや、そんなこと言ってられないですよ。いやでも、入れないと。いや、なんか別に納豆にネギ入れるタイプじゃないの。いや、それは知らないですって。これ見てる人もいるんですけど。いや、確かに鰹節あげたいけど。入れた方がうまいですって、絶対。ネギだけ別にしてほしかったな。いや、入れましょう入れましょう。まあ、そこまで入れればいいじゃん。うおー、うまそう。美味しい。どっちの忘れてた、それをそれを忘れてた自分は。大丈夫です、食えます。ベルベル、これは大丈夫なんだ。本当もう一回すいません。美味しい。
ネバ。今日の納豆は食感とろかりタレ酸っぱめ粘り気抜群でした。ごちそうさまでした。いやーこれ僕大好きですね。そうだね、なんかカリカリ梅があるね。こんなにでかい、うん、存在感があるとは。米にも合うと思う。めっちゃ、ね、はい、うまっ。本当にこのトラダレがいいんだよ、この粘りが。みんなおはよう。今日の納豆ボーイズはどうだったかな、ね、みんなもお腹いっぱい食べて元気に頑張りましょう。じゃあ行くよ。納豆じゃんけんじゃんけんほい。パーのあなた、今日のラッキーアイテムはサスペンダー。なぜなら納豆みたいにビヨーンと伸びるから。いってらっしゃい。